はい、どうもアンデです。今回なんですけども、今食べたいパンを好きなだけ食べていこうと思います。久々のフードロス削減企画ということで、やっぱりアベレージの単価がちょっと値上げしていまして、その中でも久々に今日はちょっと多めに買ったので、食べきれない分は後日にいただこうかなと思います。では食べていこうと思います。今回はちょっと品数が多いので、途中から淡々とも食べていく方式でやっていこうと思います。いただきます。まずはランチパックのたっぷりソース焼きそばから食べていきます。中はこんな感じ。麺がね、2倍になってます。従来の焼きそばより2倍になってるから、しっかりと焼きそばの濃厚な風味を堪能できて美味しい。続いてオーブンで温めたバージョンで、香りがめっちゃいい。これは温めた方が食べやすい。美味しい。続いてチョコレート食べていきます。こんな感じで滑らかなチョコクリームです。コクがあって美味しい。今回は終盤のことも考えて温めずにそのまま食べていきます。続いてダーティーチョコデニッシュを食べていきます。切ろうとしたけど上のチョコがひっついてきて切れませんでしたね。ミルクレームっていうものが原材料のトップに来てます。中にチョコホイップ的なものが入ってます。続いてオーシスのしっとりバターフレーキ、こんな感じです。しっとりしてて美味しい。続いてもっちもっちチョコ食べていきます。香りはチョコです。結構もっちもっちとした生地。想像通りの味ではあるんですけど、チョコの香りが広がりますね。もっちっとした生地。続いて粗挽きポークソーセージを食べていきます。結構ずっしり系でガーリックの香りが強めですね。具自体は上だけ乗っかってて、中はもう全部パンです。続いてマイメロディと黒蜜のいちご&チョコサンドを食べていきます。久々に聞いたなマイメロディ、なんか懐かしいワードだけ。中はこんな感じ。チョコホイップにいちごジャム、ちょっと薬っぽい甘めなタイプです。続いてもっちもっちマルゲリータ食べていきます。こんな感じ。バジルの香りとチーズの香りが結構強いですね。軽く温めると柔らかくなって食べやすい。香りは強め。続いて温州みかんパンを食べていきます。ここからは淡々と食べていきます。